はい、えー、ピカピカにコーティングされましたねてかこのクロームメッキ専用のこのうんはい、えー、こんにちは皆さん二宮将平の商品レビューのコーナーになりますはいえっ、ー、と今日皆さんにね、えー、ご紹介したいのは ゼフ1100を使ってたんですけども、えー、メッキのですね保護剤メッキングというですね商品ですね、えー、これをちょっと紹介したいと思いますはい、えー、端的に言うと、えー、メッキを保護する専用の薬品ですねあの綺麗なバイクですメッキ部分マフラーも含めて綺麗なんですけどメッキというのはですね錆びちゃうんですよ実を言うとね 雨降ったりとか錆びちゃうんですけど、えそれを保護して錆びにくくするというですね薬品になります。はい。磨く磨き剤じゃないですよ。磨くのは別にやりますので、えそれはあの磨きキングというのがあるんです。これちょっと後でやりますので待っててください。です。錆び錆びになったメッキ磨けるかって言ったらこれだけ。それはそれで、あの錆取りキングってやつがあるので、これはこれでまたこれもまた後でやりますので、とりあえずあの話を聞いてもらえればなと思います。 メッキが一番気になる場所っていうのは僕はもうナンバーワンはもうフロントフォークだと思ってるんですよ他にもねウインカーとかですねマフラーとかあるんですけどもまあまず圧倒的にフロントフォークのサビが発生するのが嫌です使用方法はい。表面についた汚れゴミ油分ワックスとはメッキングの密着を阻止するためよく洗浄して取り除いてください、えー、洗浄後は十分に乾燥させてくださいメッキングを薄く薄く伸ばしながら2 3回塗布します と、不合 1>, 1時間で指,指試食乾燥というのかな、指が触れても乾燥、24時間は水がかからないように注意してくださいと。で、このこのクロスがまたちょっと特殊なクロス,クロスらしいので、えー、まあこれ以外のものはね、使わない方がよろしかろうと思います。よいしょ。こういう形でいいのかな。こうやって使うしかない薄く薄くだからな。なんかでも、色が変わっていくのが分かる。 あ全然色変わったまあ多分ね見た目じゃあんまわかんあのカメラ映りじゃねちょっと分かんないと思うんだよなと指でちょっとモワモワっとするんですけどそれをこう拭いていくとあ確かにこれ色変わってんなっていう感じがありますねはい、えー、ピカピカにコーティングされましたねであとよく乾燥さ,れるさせる、えっと、全体的にやりたいんですけどあの分かりやすいように今ここだけやってますはい 全然違うメッキングのすごくいいところはこれ見てください透明ですねということは研磨剤がこれそのものには入ってないんですねでということはここうういうところに使えるんです、はい、あの他のクローム磨きだと研磨剤そのものなのでこういうところをゴシゴシするとこの周りのところが傷だらけになっちゃうんですよねだから取り外すか何かするかしかないんですけどメッキングの場合はあのもう完全にその汁 汁なのでで拭き上げてもその周りに対して影響がないっていうですねこういう利点もありますはいえっ、ー、と磨きキング使っていこうと思いますはいえっ、ー、とあれ磨きどこてたあった磨きキングの使い方は えとクロスに適量を取ってクロスに適量を取ってで、えー、拭いていくという感じですねうん手応えを感じます少量でこんだけで済むんだったらこのボトル一つ買えば一体どれだけ持つんだろうな 専,門専用の磨きっていうのは非常に心強いですねでしかもあのいつも思うんですけどあのこういうクロムの磨きで磨いた後ですねあの要は地が出ちゃうからこういうそのフロントフォークとか逆に錆びやすくなっちゃうんじゃないかなっていつも思うんですようわ 全然違う。てか色変わったな。なんか、黒っぽくこう光をなってきたんだけどおおこれこれすげえうわっ皆さんあのね映像ではちょっと分かんないかもしれないんですけどあのー、フロントフォークのインナーチューブって あのこういう向きにですねあのメッキの後のヘアラインが入ってるんですよそれがほとんど見えなくなったこれインナーチューブを加工に出した時のですね仕上がりに大変迫る勢いだこれすごいなえちょっと待ってちょまちょめで磨きキングだけだと 保護作用がないらしいんですね。なので、えー、メッキングを塗布ということなんですけど、今、まあ、ねメッキングはねこうこのようにちょんちょんとこうやってこのムラをないムラのないように塗り伸ばすとコーティングされていくというわけですね。要は磨きキングで、えー、くすみを取りつつメッキングで 仕上げるというような感じです磨きキングの中には保護成分は入ってないということですねすごいなこれ本当にできるんだったらこれえ延々といくらでも使えるうわこれはでも嬉しいなちゃんと作用があの明記されている メッキの保護剤っていうのはいいですね。これはこれはいいな。はい。ここをきれいにするのがまず磨き具。はい。磨き具、磨き具よくよく振ってからですね。はい。磨き具を適量取って、でこうやってこのまあボディも何でもそうなんですけど磨きのコツとしてはですね。 あの軽い力でさーってこうやるんですねで磨いたあとででこの上から今これ磨きキングで磨いたのでえー、メッキングですねメッキングチョンチョンこれで保護してやる保護してる感が半端ないこれはね いいですねこうやってすごいねこれなんか光り方がね青いうん。 これはあの数々のですね、えー、ケミカルを使ってきましたけどあのメッキに関してはあこれナンバーワンですねこれはあの本当です、まあ、残念ながらというか当然なんですけど塗装部には使えませんメッキ専用品になりますのであのこれ綺麗になるなと思ってボディとかに使うとですね、逆効果ですので気をつけてください はい、で次にサビ取りキングですね、はい、これをやっていこうと思います。えー、クローメッキにはあまり反応せずサビだけに反応する薬品ですという感じですね。えー、っと何度も強く磨きすぎるとメッキが剥がれ傷ができてしまうことがあるのでということで結構、これは強力なサビ落としのようです。 ははいではですねあのまあ、ちょっとバイクが綺麗すぎるから綺麗になるのは当たり前だろうって言われると思うんでこんなものを用意しました。はいこれここれれですこれはフロントフォークのインナーチューブではないんですけどこれはですね何かというとあの僕のあのあれですねあの服かけるやつの。あの ゴミですこれだけ錆びて、はい、まあ、びてたらもう落ちねえだろうと思うのでこれをねよく,よよく見て,てくださいこれをメッキングしてみましょうはいバイクの部品じゃないですよあくまで参考までに皆さんにお見せする形です錆びに反応するって 言ってましたねサビそのものに反応するって。こういう動きは得意だぜ。こういう感じだぜ。こういう動きは得意だぜ。何のことかは分からなくていいんだぜ。分かんない人は。分かる人は分かるな。分かる人は分かる人だけ分かってくれればいいんだぜ。 どうだかな茶色いのはもう全部落ちたねねこれすごいね落ちるねじゃあこれにこれをさらに磨きングで仕上げるお磨かれてる感があるおこれかなり綺麗になってるぞ そして最後にメッキングを塗布してえー、っていうか俺ここまでちょっと綺麗になると思ってなかったうわーなるねこれはいビフォーアフターこれもしかしてもしかしてこれだってこれ物干しのやつだけど 家具のメッキにも使えんじゃね？ね、これすごいな。これすごいね。メッキングさんこれすごいよ。これはで、ね、めちゃくちゃすごいです。はい、というわけでですねメッキングのレビューをやってみたんですけども、総評してですねこれメッキ管理の三種の神器と言っても。 差し支えないんじゃないかなと思います今まではメッキにも使えるっていうやつをあれこれ組み合わせて僕もやってたんですけどもメッキ専門でこう出てきたっていうのはすごいですねまずメッキのサビを取ってくれるもの メッキそのものを磨いてくれるものそしてそれらを保護するもの、ね、こうしたものがですね現れたっていうのはね本当にすごいなと思いますでオートバイの場合はさっきも言ったようにですねインナーチューブの管理って大変に命題になってくるんですねで皆さんその新しいバイクを買われてですね非常にやっぱ最初にがっかりされるのはフロントフォークのインナーチューブのサビなんですよでこれを保護してくれるっていうのはねとてもいいと思いますはいものすごい綺麗になりましたからねであのこれね 僕がなぜフロントフォークのインナーチューブに関してこうやってお深く言及するかというと実を言うと理由があってですねえ最近の新車オートバイのメッキっていうのはどん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 薄くなる傾向にあるんですねこれコストの削減のためなんですはいえ逆にそのメッキ部分を厚くして強くしていくとですねコストが上がって車体価格に跳ね返るんですねだから必要最低限のメッキしかしてないんですだから錆びる新車から錆びてたりとかしますはい まあつっても角部分が錆びてたらクレームですけども、はい、上の方がちょっと点錆びが出てたりとかするんですねでこういったものをやっぱりこう保護したい、えー、し長く綺麗に使いたいという思いが皆さんにあると思うんですねそういう場合はですねこれをつけるとですねかなり安心感高いです僕正直今までシリコンオイルとかシリコンスプレーとかいろいろ紹介していて自分でもなんなんですけども塗ってそこまで効果があるのかどうかっていうのは自分でも正直ちょっと半信半疑だったんですね なぜかというとメッキ用のものではないからちゃんとね残ってくれてるのかっていうのがあ心配でした、はいえー、でもこれはですねあのやっぱ目に見えてそれら流用したものとですねあの輝き方が違いますねその効果というかあの効果って硬くなるの効果ね、えー、しているというそういう感覚がありますはい。 手応えがある薬品ですねこれはなので、えー、まあ今まで古いバイクをメンテしながら乗ってる方もそうだし新車を新しく買われた方もこれはお勧めします。はいもちろんあの磨きキングを一緒に買われてもいいと思うんですけどもまずはこれだけでいいと思う。はいで えーまああのー、くすみとかねむら、えー、とかね外保管だと必ず出てきます、はい、雨に当たったりとかありますので必ず出てきますで、えー、そういう時にそれを落としたいなと思ってからこのミガキングでいいと思います、はい、で残念ながら茶色く点々錆びちゃったとか茶色く点々錆びたやつだけどきれいにして乗りたいっていう方は、まあ、これも買うということですね、はいえー、こういう三段構えでいいんじゃないかな でぜひ専用クロスをです、ね、使ってほしいというです、ねえー、ことですのでその専用クロスを使いながらあ仕上げていくというのがいいと思います。でごめんなさいここから、ね、正直個人の感想なんですけども、あのー、メッキの管理って一般の人からするとですねちょっと遠いんですよ感覚的に。感覚的に遠いっていうのはイメージしづらいんですね。 だから今僕「三種の新規」って言ったんですけどもこの3つがどういう役割でどのように使うかっていうのはあの正直パッとイメージがつく一般の方っていうのはそう多くないと思います。 はい特にあの女性の方とかだとどれがどう違うのっていう感じになってしまうと思うんですねなので、えー、そういったところがですねちょっとわかりやすくできるように、えー、まあ今後もですね動画で使いながらっていうのもやっていきますし今回の動画でも気をつけたつもりなのですけどもあのまあなんかこうリクエストがありましたらですね、えー、動画概要欄にありますメールアドレス等に送ってくださいあの僕の動画メーカーさんもご覧になってますので、えー、いずれあの記事のその辺ですね改善していただけることにもなると思います。 思いますので、えー、よろししくお願いいたします、はい、であとメーカーさんに僕から要望があるとすればですねあの説明書の紙が入ってたと思うんですけどもあれあのー、まあいろいろこう共通の内容があったりとか、あのー、なんか他の商品の宣伝とかもですね入ったりとか要はその紙そのものを共通してこう使おうっていう形で書かれたと思うんですけども、あのー、まあこの「サビ取りキング」と「み、え、が、ー、キング」と「メッキング」は「と「キング」は の説明書っていうのはです、ね、独立させた方がいいいと思います、はいえー、僕ねちょっと読み間違えちゃった部分もあるんですけどもあの他の商品の説明も一緒に入ってたりとかするので、えー、宣伝はあっていいと思うんですけども若干ちょっと混乱 します。はい。えー、なので、えー、採用していただけたら、非常にこ説明もしやすくですね。え私の動画はあの本当にこれからバイクに乗るっていうですね主婦層の方も多く見ていらっしゃいますので、えー、分かりやすく商品訴求できるかなと、えー、感じました。はい。えー、僭越なあながらですね。ちょっと失礼なあ意見を申し上げてしまって申し訳ないんですけども、えー、取り入れていただければユーザーとしてはありがたいです。はい。よろしくお願いします。はい。 失礼します。